ここの癖が残った状態だと形がいまいち決まらないので、しっかりとここは伸ばしておきましょう。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日はどないするの？今日は、こう前髪をパッツンにしてみたのはいいものの、ちょっと…したんだね。はい、私はもうこれが定位置なんですけど、うん、パッツンにした時にちょっとこう、ボテッとしやすい方いませんか？まあ、僕は言いませんね。僕じゃないですけど、はい、結構悩まれる方が多いんですよ、うん、スタイリングの方法がわからないと、うんうん、なのでそれを今日は今っぽい前髪の作り方、スタイリング方法をやっていきたいと思います。まず前髪に癖がある人は水スプレーで濡らしていきます。全体的に根元の部分をしっかりと濡らしていきます。水スプレーがない人は水道で手を濡らしてちょっとこするような感じで根元を濡らしていくと OK です。このくらい前髪が濡れていれば OK です。櫛で溶かしていきます。こうすることによって全体に水気が均等になっていきます。次にドライヤーで乾かしていきます。この時に右左と左右に振りながら癖を取っていきます。癖を取っただけだと毛先にまだ重みが残っている状態です。周りの毛が落ちてこないようにダッカールで留めておきます。小さいサイズもあるのでこれ便利ですよ。櫛で全体を溶かしてからアイロンを通していきます。一番最初に生え際の癖の部分から通していきます。ここの癖が残った状態だと形がいまいち決まらないので、しっかりとここは伸ばしておきましょう。だいたい1センチくらいの束を持って少しずつ癖を取っていきます。角度は上げた状態でこう上にやってしまうと前髪が短い方だとピョンと浮いてしまうので、なるべく顔の形に沿ってギリギリの角度で通していきます。反対側も同じようにやっていきます。今使ってるアイロンはおでこに当たってもあんまり熱くないのですごいやりやすいです。顔周りが終わったら徐々に内側に入っていきます。真ん中の方に行くにつれて少し丸みを強くしていきます。この束を少しずつやっていくことで少し束感が出やすくなるので、ちょっとずつやってあげてください。アイロンを通し終えたらもう一度溶かします。バームを取っていきます。取るときはこうじゃなくてこうこうの方で取っていきます。そうすると爪の中に入らずに取れます。だいたいこのくらいの量で取ります。これを手のひらでしっかりと伸ばして前髪の中間から毛先につけていきます。前髪を全部持って手のひらを入れていきます。そして上から挟みます。で滑らせるように全体につけて伸ばしていきます。この時に根元には絶対つけないようにしてあげてください。櫛で溶かしていきます。全体にバームが馴染んでくれると OK です。最後に指でつまむように束感を出していきます。全体に束感ができたら完成です。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。どういう人にあれだ使える技なの？こう前髪作ってもボテッとこう重たく見えやすい人は、うん、この方法だと軽くも見えるし今っぽい束感も出るので、すごいおすすめです。
なるほどなるほど、はい、結構でも前髪作る人冬やから増えてきてるから、まあ失敗じゃないけど、まあ、美容師さんによっては結構重めに切られるパターンもあるから、まあ、そういう方は結構使える方法かなと思いますので、まあ、前髪に癖ある方もそうですし、スタイリングでお困りの方、よかったらこの方法で参考にしてみてください。はい。はい。で、この動画よかったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。はい。バイバイ。バイバイ。